仕事さん、倉本さん、結婚おめでとうございます。僕がプロゲーマーになった瞬間から、まあ、今も同じところに所属していて、いい先輩ですね。まあ、多分ララ使うと思うんですけど、彼のプレイヤー、人を殺めるプレイヤーなので、いろんな人を殺してくれるんじゃないかなと思います。アヤメルス、良い先輩、ハイタリー。おかしいでしょ、2つな。まあ、人を殺める良い先輩っていう相反してるんですよね。何が何やらですが、さあこちらハイタリーさん、本日は お子様連れで、そうですね、来ております。めちゃくちゃ可愛かった。さあこのハイタリーに相対する愛妻家はこの男。倉本さん、ご結婚おめでとうございます。嘘でしょ。まさかの3度目っていうね。小倉さんは僕からすると初めてストリートファイター5になってできたお友達です。で、小倉さんからしても、おそらく初めてできたお友達だと思います。いいんだと思いますが、本当に頑張ってほしいなと思ってます。なんとなく強い関西人ドグラー。紹介が雑すぎる。どんどん雑になってきますね。さあではこの両者にもお話伺っていきたいと思います。さあ、じゃあまずは灰谷さんからですね、お話伺ってもよろしいでしょうか。カメラこっちですね。あそこです。はい、じゃあ灰谷さん、いかがですか。1回戦ドグラ君ということで、僕が一番尊敬しているプロゲーマーなんで、ちょっと胸を借りるつもりで頑張りたいと思います。一番尊敬しているプロゲーマー、もう目が座ってますもんだって。そうですね、なんかね、フラフラしながら目の焦点は一点なんですよ。怖いです。さあただ一番尊敬するプロゲーマーと言われました土倉さん、いかがですか。はい、はい、自分の大事な人のからのメッセージ、はい、本人知らされてなくて、はい、僕誰来るんかなって思ったら、はい、モケこすりで来るとはちょっと予想つかなかったんで、かなり面白かったですね。はい、しかも2回目の天丼ですからね。しかも僕のだけコメント辛辣っていうのが結構はい、まあでも、はい、もう灰谷ベロベロなんですけど、はい、まあ、もうベロベロなんで普通に倒しちゃおうかなと思ってます。そうですね、はい、奥様の前でのプレーですが、お互いそうですね、プレッシャーとかありますか。いや、全然僕感じたことないですもん、プレッシャー。あ、奥様から感じたことないです。なるほど。あ、奥様いらっしゃいますか。奥様プレッシャー感じたことないって言ってるんですけど、どうですか。いや、松坂牛松坂牛というメッセージだけが。頑張ります。はい、力強いお言葉いただきました。ありがとうございます。じゃあ両選手準備の方お願いします。はい、奥様もセコンドについていただいて大丈夫ですんでね。はい、そうですね、もし興味があればぜひ。そうですね、ご興味あれば。あ、そうですね、灰谷さんのご家族も今到着しました。あら、これで、まさかの 3-on-2 ですか。3対2ですね。 3-on-2 ですね。はい、人数差がおっと来ました。いや近い。いいですよ、いいですよ。いや、すごいすごいですね。食べたそうだもんだって。なんだろう、堅気じゃない雰囲気、いいですね。さあ来てます来てます。おお、強そうすぎる。もう吐いてさ、フラッフラすからね、もう顔がね、青白いんですよ。はい、真横でなんか、はい、ステップ刻んでるんですよね。もうすでにそう。さあそして、そうですね、まさかの
灰谷家は、はい、奥様がちょっと距離を置いているというこの謎のスペースがあるんですよね。詰めていただいてありがとうございます。今ね、お子さんに、はい、あのミルク、あ、ミルク、ミルク中ですね。そうですね、哺乳瓶で、はい、これ、めっちゃ可愛かった、うん、めっちゃ可愛かった。今日初遭遇だったんですけど、ふっさふさなんですよ。5ヶ月って伺ったんですけど、はい、ね、ふっさふさだし、プニプニだし、プニプニだし、ね、やばいやばいやばい。マッチさんがさっき手こうやって握ってたんですけど、うん、はいはい、愛想めっちゃ良くて、いやいいな。でもサコさん泣かれるんだって逆に、えこの子にね、こんなになんか愛想いいのにサコさん泣かれちゃうんだってなりました。さあこちら、左側ベガを使うのが、ドグラーさん、そして、この、マスキユニフォームを着るララを使うのが灰谷さんです。さあ両者の対決3対2で行われる、勝つのはどちらか、いってみましょう。お願いします。そうです、勝てば松坂牛です。家族のために松坂牛を持ち帰ることはできるか。こちらがドグラのベガ、そしてハイタニのララはもっと水着になってますね。そうですね、はい、熱は高めですが、さあ七重さん、はい、やはり酔ったハイタニという、まあ、いわゆる手負いの獣みたいなところあると思うんですけど、もうね、はい、多分本領発揮すると思います。むしろいつもよりある意味強いのではないかという期待がかかる。しかもこのララっていうキャラクターに変更したときに、はい、ハイタニさん本人がおっしゃってたのが、はい、喋ってる時の方が勝率いいなって言ってました、はい、なんとなんと。さあ多分酒が入った今、はい、酒が入った今強気の策が、そうですね、ここもうまく切り返していって画面端にチャンスを作って、さあ一気に自分の時間を伸ばしていく。させとおり、これでさあまずはハイタニいやー来ましたね、やっぱ、ね、アルコールサンセットホイールが、はい、アルコールサンセットホイール効いてますね、これ。アルコールサンセットホイール、そして横でですね、お子様が授乳中ながら、授乳中じゃない、ミルク中ながら、はい、手を振るという、手を振る、はい、もうね、応援がありました。プロ意識ですよ、そうですね、はい、まあ娘の前では負けられないと、まあ、ボンちゃんもね、言ってましたからね、初めてその子供の前で勝利する姿を見せられたと。さあ、この舞台でただドグラベガがいつにも増して手を振る、まあ、横のプレッシャーすごそうですからね。ご本人は何もないとおっしゃっていましたが、めっちゃ腕組んでるんですよ。あ、マジですか、監督ロードですか。監督がただただ腕を組んで画面を見つめるという、はい、とんでもない状況ですが、さあここでトリガー発動。さあハイタリの、さあ中段はしっかりガードしていたが反撃にはならず、さあハイタリのチャンスになるぞ。さあ体力差がどんどん埋まっていく、入って、さあまだ攻めを継続している、かなりきついところ、さあ中心ガード、これは終わってしまうか、どうするドグラー、キッチンになりたー、アルコールサンセットおっと、尋問が始まるか、かなり近い尋問ですね。謝罪謝罪これはもうメンチの切り合いどころか、深いな、はい、深いですね、謝罪が深かったですね。これはぜひですね、明暗くっきり分かれたところもありますのでお話伺っていきたいと思います。そうですね、勝った側めっちゃ空気めっちゃ空気ですね、あっち、はい、じゃあすいません、灰谷様、じゃあこちらの方に来ていただいて、はい、お話伺いたいと、あ、じゃあ こちらで、あ、こちら、もうここ、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 こっち来て、カメラ、カメラ、こっち、カメラ、こっち、カメラ、こっち、カメラ、出来上がっちゃってる、ハイタニさん、おめでとうございます。はい、嬉しいです。あの、お子様、ね、あの、せっかくなんで、見せてあげてください。かわいい、かわいい、ありがとうございました。次も頑張ってください。はい、もう千鳥足を超えた何かになってますね、彼は。何でも良くなってそうですね、はい、これ。さあ、そして、七井さん、はい、ドグラさんの方にもお話お願い伺ってください。試合中いかがでしたか、横に監督いらっしゃいましたが。しんどかったですね。今までプレッシャー感じたことがないとおっしゃっていたドグラさんが、はい、ここに来てついにプレッシャーを感じたと、はい、だってもう目が虚空を見続けてるんですよ。いや、こんなおめでたい日にね、こんなじくじたる思いをするとは思いもよりませんでしたね。
これ僭越ながらなんですが、監督にも一言いただいてもよろしいですか、ね、よろしいですか一言、まあ、このクソポンコツありがとうございます。ありがとうございます。はい、では改めて、両選手に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。